貯蔵庫の出入り口貯蔵庫内部の様子スバールバル。世界種子貯蔵庫は、ノルウェー領、スバールバル諸島最大の島であるスピッツベルゲン島に位置する種子銀行である。現代版、ノアの箱舟とも称する。正式名称は、あらゆる危機に耐えうるように設計された週末の日に備える北極種子貯蔵庫。ベント・スコーマンが提唱し、2008年2月26日、 ビルゲイツ主導のもと、地球上の種子を冷凍保存する世界最大の施設がスピッツベルゲン島の中心地ロングイエールビーン近郊にて創業開始した。施設の種子は今後様々に予想される大規模で深刻な気候変動や自然災害、病気の蔓延、核戦争等に備えて農作物種の絶滅を防ぐとともに 世界各地での地域的絶滅があった際には、栽培再開の機会を提供することである。永久等土層に気づいた地下貯蔵庫は当初設計により、最大300万種の種子の保存を前提にし、人工的に温度をマイナス18摂氏20度に保つ。万が一、冷却装置が故障した場合にもマイナス摂氏4度を維持できる環境に置かれている。また、 地球温暖化が進んで海水面の上昇が起こった場合にも影響を受けることのないよう、貯蔵庫は海抜約130メートルの岩盤内部約120メートルの地点に設けられた。ただし、地球温暖化が想定外のスピードで進んだ影響で意外にもろすぎることが明らかになった。そのため、緊急の工事が行われている。 ノルウェー政府はこれを種子の箱船計画と称し、100カ国以上の国々の支援を受けて具体化した。なお、今後の運営は2004年に設立された独立国際機関グローバル作物多様性トラストによって行われる。コミュニティ単位の種子貯蔵を進める民間団体から冷凍保存しても生育環境が変わると作物の収穫ができるか、 不確実であること、また、国連環境開発会議と、生物多様性条約の認めた通り、農業者が種子を入手できない、遺伝子銀行の限界が未解決である、点、大規模停電に備えた、施設の脆弱性評価など、不確実性の指摘がある。タイム誌は2008年の発明ベスト50の6位に、スバールバル世界種子貯蔵庫をランク付けしている。 2009年2月26日に開設1周年を迎え記念式典で日本人彫刻家田辺光明より稲の原種の揉みをかたどった鋳造彫刻ザシード2009揉み飲出コンサーベーションが寄贈された運用2年を経た2010年に保存種子は50万種に達した目標は450万種に改定され1品種あたり 平均500粒を保存するという。発芽率を維持するため、20年ごとに種子を入れ替える。2018年、開設から10年を迎え、持ち込まれた種子は100万種を超えた。ありがとうございます。